それでは t m ネットワークの皆さんにご登場いただきましょう劇場版「シティーハンターエンジェルダスト」を音楽で盛り上げる t m ネットワークの皆さんですエンディングテーマが最初で1987年なんですけれどもそれからずいぶん年月が経って、うん、念願のオープニングとエンディング両方とも t m ネットワークでできるっていう,もう最高ですありがとうございます あ,じゃあうれし,したか嬉し,嬉しい気持ち嬉しいしかないですよ <laughs> あの本当に念願なんですけどオープニングやりたかったんですんずっとはいえっ、ー、と、えー、関東からお話し最初に頂い,いてあの直接の対面でお話し聞いて少ないほど難しいんですよ <laughs> あの可能性も広いのでうん ただ、えっと、僕たちにとってゲットワイルドという最大のライバルがエンディングに控えているので<ー>まあ,あのイメージもありますけどゲットワイルドに負けず劣らずのオープニングを作らなきゃっていうっていう感じのまずイメージですかね、はい、うん小室さん、先ほど最大のライバルゲットワイルドっとおっしゃってました、はい、それを超えられましたか <laughs>、えーあ 僕たちは自信はあるんですがあのやっぱファンの皆さんとかやっぱりシティーハンターファンの皆さんがやっぱり一番と思っていただけるかなとオープニングですから最初に聞こえてきますからそれで「ゲットワイド」最後に締め,な締めじゃないですか、ゲットワイドが。 うーんやっぱりそこで締められちゃうのかな <laughs> まとめられちゃうのかなって気もしてます。はい、TM ネットワークの皆さんにとって今度シティーハンターというのはどういう存在なのか3人それぞれにお伺いしたいんですが、えー、小室さんからでよろしいですか。 まあまあまあ、半分ぐらいジョ,ジョークなんですけどあの僕たち一発屋じゃないよねとかっていつも言って,て, <laughs> 言ってるんですけれどとはいえどうしてもやっぱり「t m n トークって代表作は「ゲットワイルド」って <laughs> あのもうこれは、まあ、しょうがないというか、うん、もういこれでもちろんいいことなんでいいことというか素晴らしいことなので代表作があるということは。 っていうのが一番ですかね、うん、あとここまで長くあの皆さんに聞いていただけるとは夢にも思ってなかっいはい、はいえー、っと一番最初にあのエンディングでかかった瞬間あ僕の声だっていうぐらい感動がすごくてだからもう毎週毎週楽しみで見てました。 さんはいかがですかやっぱりもう何十年もこうしてもちろん監督はじめ亀井さん、清水もう制作の方々あとファンの方々がずっとこう何十年もずっと僕ら,と一緒僕らもこうやってずっと一緒にこう進んでここまで来れたことがすごく光栄ですし本当にあの感謝です。